何が必要なんだ。またいつでも来い。また来てくれよな。くそ、やってやるぜ。無駄死にはしない。さあ、行くぞ。エレンを扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死せよ。エレンに巨人を近づけるな。イエーガーの移動を援護するぞ。あいつに接近する巨人を残らず排除しろ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。やってやる。今日こそ人類の勝利を。殺す。エレンの邪魔はさせない。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。
の余裕だ。狙い通り。落ちた。完璧だろ。相手する。捕らえた。落ちた。捕らえた。出た。以上好き勝手されてたまるか。落ちた。狙い通り。当然さ。無駄死ににはさせないから。落ちた。捕らえた。完璧だろ。
穴までもう少しだ。生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。巨人に勝ったよ。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてる奴は来い。あれは調査兵団、壁外調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練兵、てめえはまだ余力がありそうだな。手伝え。残りの者はこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。完璧だろ。救援要請だ。無視はできねえ。よし、また討伐数を稼げたな。兵長、俺に任せてください。あんなの余裕さ。巨人ども。
邪魔だ、どけ。兵長、一生ついていくっす。苦戦してるみてえだな。行かねえと。各員、手分けして巨人の総統に当たれ。来るのが遅えぞ。クソでも長引いた。雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。兵長、ここは私がやります。私もなかなかやるでしょ。私のために。兵長、次で挽回します。まだ戦えるならさっさと行けよ。苦戦してるみてえだな。行かねえと。エレンのやつ立派にやり遂げたな。今度は俺たちの番だ。行くぞ、やってやる。駐屯兵団の増援か。ここが拠点さ。仲間の救援を最優先とする。あれ、その子は訓練兵だよね。雑談してる場合じゃねえぞ。さっきてめえが言ったんだ。ああ、そうだった。ごめんごめん。行ってやろう。兵長、ここは俺に任せてください。これだ。完璧だろ。やるな。俺も負けちゃいないぜ。行ってやろう。兵長、ここは俺だけで十分です。準備が整ったようだな。対象の討伐を完了。兵長、次はどうします？お前はこのまま巨人の討伐に当たれ。トライだ。随分張り切ってるじゃん。兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。
づいてか。鬱陶しいのがいるじゃねえか。本当だ、あの子気になるね。ああ、もっと近くで観察したいな。お膳を立てな。観察じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソメガネ。Thank you.
さ、行ってやろう。これでようやく話が聞けそうだな。おいガキ、このトロストクで何があった？壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104機の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ボールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に、人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、さまざまな議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。
エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか？力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ！この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ！構えろ！はっ！待って！これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ？エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのか？リヴァイ殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イェーガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお、彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。あいつはなんで？ああ、ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは？上にはちゃんと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて正直ホッとしてるよ。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。
その冗談、面白くねえよ。とにかく、俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことをやってみるつもりだ。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間、よろしく頼むな。私はどうだ。束の間の平穏か。あんたはどう思う。死は無駄にはしない。あなたはどう思う。おい、大丈夫か、アルミ。さっきの訓練はちょっと辛かったけど。無理しないで、アルミ。今水を汲んでこよう。なあ、そんなんで大丈夫かよ、アルミ。お前にはやっぱ技巧の方が向いてると思うんだが。おいおい、アルミ、お前に脱落されたら私が困る。トロイおとり役がいなくなると面倒だからな。ちょっとユミル、そんな言い方しないで。いや、いいんだクリスタ、本当のことだから。でも必ず何とかする。お荷物なんてごめんだからね。おい、アルミ。ちょっとでも体力をつけようと思って寝る前に走り込みをするようにしてみたんだけど、なかなか成果が出なくて。そんなことないよ。ちょっとでもみんなとの差を埋めなきゃって思って。ねえ、君に一つ頼みがあるんだけど、よかったら僕の体力作りに付き合ってくれないかな。本当？嬉しいよ。ありがとう。君と一緒なら頑張れる気がするよ。
何か食い物は。いい加減にしろよ、クソ女。アルミンに劣等生だの、トロイおとり役だの言いやがって。事実を言ったまでじゃねえか。それでへこたれるなら、あいつはそれまでのやつなんだよ。ユミル、やめましょうよ。何口を挟んでんの、サシャ。お前はいつから恩人の私に意見できるほど偉くなった？ご意見だな。私は仲良しごっこなんてうんざりなんだよ。さ、お前って本当に他人の気持ちを考えねえやつだな。よく言うぜコニー。バカのお前にどんだけ他人の気持ちがわかるってんだよ。ちょユミルってコニー、どこへ行くんですか。あの野郎め、気分を直しに愛しのクリスタに会いに行くとするか。そうだよ、何か文句あるのか。きっとあいつも愛しい私のことを待っているだろうよ。今随分と派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か。訓練じゃ習ってねえからな。ていうか俺も習ったわけじゃないっていうか、もともとは兄の技なんだ。あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。もしかしてお前もこの技に興味あんのか。ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。何のよ。なあ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう。いいよ。もう行っていいかい。おい、大丈夫か。まったく兄のやつ、何考えてやがんだ。あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。ああ、確かに
兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。仕事は終わりだ。うるしい。また来てくれよね。トロストク復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。皆、頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。班長、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい。そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って
巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい。え、何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。相手する。それにあの子たちの可愛さを前にすれば緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。さあ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。あっちに強い巨人がいるのかな。これより目標に向かう。拠点を立てな。そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体機動と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。かわいい巨人がいるね。こんにちは、遊びに来たよ。よくやった。生け捕りにできれば最高なんだけどな。わあ、この子も可愛いな。連れて帰りたいくらいだよ。私たちにかかればこんなもんよ。しかし君のトロストクでの活躍は本当に見事だったね。経験さえ積めばきっとすぐに熟練兵にも追いつけると思うよ。よしよし、無事に片付いたね。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。ここが拠点さ。倒さ。あそこではナナバが戦っているね。やあナナバ、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。カンジ、少し手を貸してもらえるかな。前線に行くよ。どんな子たちが待っているか気になるだろう。よし、これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ。これで検証に移れそうだ。君もありがとう。さっき作ったのは補給支援用の拠点なんだ。きっと役に立つからぜひ利用してくれ。
あそこで戦ってるのはモグリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい？分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。落ちた。よし、討伐完了だ。すみません、これで検証を進められます。君もありがとう。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。巨人の群れが来たぞ。迎撃準備に移れ。アンジ、なぜここに？お前の担当は壁付近だろう。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくっちゃ。救援要請、急行します。相手する。新兵のおもりだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする。せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。すごいじゃないか。あんなの余裕さ。新兵にしてはやるようだ。狙い通り。当然さ、行ってやろう。落ちて。Thank you.
さ。これだけ倒せば仲間の助けになるだろう。かなりの窮地らしいな。間に合えばいいが。狙い通り。ここで巨人と戦っているのはゲルガだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。相手する。どうだ、行ってやろう。巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとうな、助かったぜ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。倒さっき。ここが拠点さ。
ないか。ありがとう。トライだ。完璧だろ。よし、巨人の攻勢はしのぎ切ったようだな。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについて行こうか。ハンジ、ついてくるのは構わんが、新兵を死なせるような真似はするなよ。もちろんさ、私が責任を持ってこの子をサポートするから。やーリバイ、加勢しに来たよ。クソメガネ、なんでお前がここにいる。戦ってる巨人、なんて面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。ハンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。うざい。あらかた片付いたようだな。撤退するぞ。異様だ、新手の巨人が来ているぞ。面倒だ、さっさと片付ける。あんなの余裕さ。ここで君みたいな巨人に会えるとは。ねえリヴァイ、連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろう。始まりだ。
ぜ。あるかい。完了したな。とっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあ、お前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。うん、それがいいと思うよ。カッコつけてすぐ舌を噛むような人を目指してもね。ペトラ、この俺の底知れぬ実力を見抜けねえと、お前も存外見る目がねえな。みな、ご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グンタ・シュルツ。もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。
獲物の追い詰め方はもうバッチリですね。対象を絞って一匹一匹確実に狩るんですよ。あとはどうやってうまく気配を感じ取るかですね。こればかりは感覚的なものなので説明できるかどうか。そうですね、焦らず徐々に身につけていきましょう。私の村は先祖代々狩りをして暮らしていますから、私自身気配の感じ方は子供の頃自然と覚えてしまったんです。本当にそうで、狩りこそご先祖様に教えてもらった私たちの生き方なんや。暗くなる前に帰りましょうか。いや、狩りに夢中で時が経つのを忘れちゃいましたね。何のことですか？ちょっと言い間違えただけですよ。それだけです。急がないと本当に暗くなってしまいますから。村のみんなには俺みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。立体起動装置もすぐに扱えたしな。天才ね。よく言うぜコニー、立体起動術はかなりのもんだが座学はいまいちじゃねえか。それにコニーはたまに作戦を誤認していることがある。そういうミスは危険。うるせえ、そこら辺はこれから何とかするんだよ。お前からも何か言ってやれ。コニーにあんまり調子に乗られても困るだろ。座学がダメなのは認めろってことか。だが分かったっての。よし見てろよ、いつか必ずお前ら全員に俺が天才だと分からせてやるからな。はいはい、好きにしろよコニー。能力を高めるのは悪くないけれど、あなたはどう思う？俺を分かってくれるのはお前だけだぜ。応援よろしくな。ジャンもミカサも後で吠え面かくなよ。見てやがれ。
今日の訓練は楽勝だったな。お前に俺の斬撃の鋭さを見せたかったぜ。ねえねえ、坊主頭で背が低いけどすごく強い兵士がいるって噂を聞いたんだ。もしかしてお兄ちゃんのこと？ああ、俺のことだ。とっても強いんだぜ。すごい！じゃあ人類最強って言われてるリヴァイ兵長ぐらい強いんだね。ああ、そうだぜ。もちろんだ。俺はリヴァイ兵長の後継者って言われてんだ。人類最強の後継者？かっこよすぎるよ。お兄ちゃんに会えたこと友達に自慢するね。しまった、つい調子に乗って嘘ついちまった。さすがにこれってまずいよな。その分嘘だってバレた時、あの子はショックだろうな。こうなったら仕方ねえ。あの子にバレる前に期待通りの実力をつけるんだ。お前も手伝ってくれよ。ありがとうよ。こんなこと言いふらされちゃ困るもんな。お前は口が固そうだし、うってつけだ。お前が一緒に頑張ってくれるならやる気も出るぜ。よろしくな。楽に越したことはね。感謝する。油断は禁物だ。
どの任務を引き受ける？戦闘開始の時間だ。救援要請を確認した。援護に向かう。倒さ。やってやるさ。僕だって。よし、この調子で討伐数を稼いでやるわ。いいだろう。救援要請を確認。私が向かいます。相手する。押されてやがる。続けましょう。あんなの余裕だ。当然さ。ここが拠点さ。いつで当てる相手だ。始めるぞ。倒さ。落ちた。相手する。当然さ。あんなの余裕さ。落ちた。狙い通り。倒さ。あの巨人は新兵の手に余る。やるか。やろう。相手する。